ジョン・デイヴィソンはアメリカ合衆国のミュージシャン。イギリスのプログレッシブロックバンドであるイエスとアメリカのプログレッシブロックバンドであるグラスハマーのリードボーカリスト。カリフォルニア州南部のラグナビーチで生まれる。幼少の頃教会の少年合唱団に参加していたというジョンは母親の影響もあり、ザ・ビーチ・ボーイズやブレットを聴いて育つ。10歳の頃、ガレージセールでギターを手に入れてからはギターに夢中になり、その後、フーファイターズのドラマー、テイラー・ホーキンスと知り合い、バンドを組んだ。ホーキンスには、ジュアノというニックネームを与えられる。その頃は、自分の声がロックにはソフトすぎると思っており、ギタリスト志望であった。高校の時に聴いたラッシュがきっかけで、プログレッシブロックに目覚める。ベースに転向してから、当時影響を受けていたラッシュのゲディ・リーの雑誌の記事を通し、イエスやジェネシスを知り、その後とりわけイエスに強い影響を受けるようになる。その後、ジョンはアメリカ北西部で活動するグループ、スカイ・クライズ・マリーにベーシストとして参加。1990年代は主にこのバンドのメンバーとして過ごした。2001年にブラジルに住んでいた時はベーシストとして、ロナルド・オーガストとも活動。2002年、スカイ・クライズ・マリーと並行してイエスのトリビュートバンドラウンド・アバウトにボーカルとして参加。かねてより高音の歌声を持ってはいたものの、シンガーとしての正式なトレーニングは受けておらず、苦労をしたという。2009年、グラスハマーのフレッド・シェンデルとスティーブ・バブがインターネットでジョンのパフォーマンスを目にし、グラスハマーのリードボーカルとしてスカウトされる。グラスハマーのメンバーとして2010年、IF、2011年、心の中の心、2012年、ペリオス、2014年、オードトゥエコーを発表。2012年2月、病気で脱退したイエスのボーカリスト、ベノア・ディビットの後任としてイエスに参加。グラスハマーでの活動も継続すると発表されている。影響を受けたとして、イエスのジョン・アンダーソン、ザ・ビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソン、カール・ウィルソン、クイーンのフレディ・マーキュリーらの名を挙げている。またボーカルだけでなく、ベースプレイについてもイエスの影響を受けているという。ありがとうございます。